ニコラ・トリゴーの肖像画、ニコラ・トリゴーは北フランスのドゥエー出身のイエズスカイ氏。神父。中国の南京、甲州、北京等で宣教師として活動し、当時の中国語をローマ字で記録したことで、後の音音学に多大な貢献をした。トリゴーは、フランドル地方のドゥエーに生まれ、1594年11月9日に、トゥルネーのイエズスカイに入会した。 1607年にリスボンを出発し、ゴアにしばらく滞在した後、1610年にマカオに到着した。トリゴーは南京、広州、北京等で伝道に従事した。マテオリッチの後継者であるニコロロンゴバルディは、1613年にトリゴーをイエズス会の代表としてヨーロッパに派遣した。トリゴーは教皇パウルス五世に面会し、 キリスト教の典礼を中国語で行うことや、司祭がミサの最中に中国式の帽子を着用することなどの許可を得た。また、それまで日本と中国の管区は同じであったが、独立した中国循管区を作ることを認められた。トリゴーはヨーロッパ各地を回って財政的支援や中国へ送る物資の寄付、新しい中国派遣宣教師を求めた。また、 マテオ・リッチによる記録を中国キリスト教布教士の代でラテン語に翻訳して1615年に出版した。中国での布教状況はそれまでディエゴ・でパントー派の書物で知られていたが、リッチ本人の書物が出版されたことは大きな反響を呼び、すぐさまフランス語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語に翻訳された。トリゴはヨハン・シュレック、アダム・シャール。 ジャコモローラ22人の宣教師と共に約7000冊に、上る書籍を携えて1618年に再び、ヨーロッパを離れたが、旅行中に薬病が発生し、トリゴーの二人の兄弟を含む多くの死者を出した。翌年マカオに到着した。1621年、トリゴーは、南省、県省、昇州を視察し、1623年、開封に行き不況活動をした後、 1624年、山西省甲州で教会を開いた。そこからさらに、先生省西安へ行き、セメドと共に、大臣慶京流行中国碑を見た、最初のヨーロッパ人になった。1627年、甲州へ帰還した。1628年11月14日、甲州で死亡し、甲州場外のイエズスカイ墓地に埋葬された。 日本におけるキリスト教の勝利差し絵、西十字目氏は、初めてラテン文字で音声を吹きした中国語の漢字辞典である。第1巻は、音韻体系について、第2巻は、発音ごとにその音の漢字の一覧を記し、第3巻は、部首格数作品になっている。秋漢和の音韻体系を知るための重要な資料である。京日よは、イソップグーの中国語訳、 中国キリスト教を布教師は、リッチによる記録を元にしているが、実際には、トリゴーや他のイエズス会イの手が入っている。日本布教師から1615年、日本におけるキリスト教の勝利は、1612年から1620年までの、日本のキリスト教順教者について述べた書物で、翌年、日本順教師の代でフランス語訳が出版された。 ペンタビブリオン四年世は、五教のラテン語訳というが、謙遜しない。ありがとうございます。